ティー&デパートメントは今その47都道府県に仲間をいっぱい作って、あのいわゆる観光とかいわゆる物産みたいなものをデザインの視点で見直すネットワークを作ってるんですね。でそれのその東京の一番立地のいい場所でみんながそこを使って集まって、そういう情報を見せ合ったり何かワークショップやったりとか、そういう D&デパートメントのこう本当の中心みたいなものを作ろうと思ってます。その立地のいいっていうのはまあ一つ大きな要素としてあって、その要素をフルに使いたい。で使って何をしたいかっていうと、あのそのデザインとか物産とか観光だとか、そういうその47都道府県のいろんな可能性に興味のある人が集まるサロンみたいな、そういう位置づけにしたくて、自分自身の編集部もあのそこに事務所を移しますし、なんか自分もそこを拠点に、まあ、立地のいいっていうことによってフラッと来るような感度のいい人たちと一緒に交流をして、新しい何かきっかけですね、ものを開発するというよりは何かきっかけを整理整頓するようなサロンにしたいなと思ってます。